張りを親張りをでっかくして孫張りも一回り大きく大台対策でビートリーダーは08の2号あれば間違いなくちゃんとラインの検査毎回やってれば間違いなく切れないんで根に入られない限りここら辺は前のタイプ分けよかったんでまあ試しに中安価かはいどうぞ14m浅いだろ浅いっす手が粗いんで底ついたら 1m ぐらいに持ってください兄貴何号から3号からです14m だったそんなに途切れないで根があちこちにあるんでいい竿使ってんなおお今日初めて初めてですねあ上がるっしょ今日始めたそうです。お、そこは。はい、はい、はい。はい。お。まあまだ。よいしょ。ずいぶん横に引いてったけど。もう2キロぴったり。ぴったし2キロ。2キロ。およ。朝のうちはとりあえず当たりますよ。朝一発目2キロ。はい、さあこうなってきたら。もう4キロアップだな今日は4キロアップで締めてもらいましょう今日は負けてるなチャリだな大体あいつにリール巻いてるのが止まんないとでかいのはな大丈夫じゃないですかそれはないかほっといた青か。
あれ青物のタイ。ダブル。ダブル。多分タイかかった孫針にくっつきそうなんじゃないですかね。くっついて台座に。これ見つけから特殊ですからね。この方があの親針にかかりやすいっていう。あのこういうこっち頭のあのこういうところにつけちゃうとこういうじゃないですか、親針まで。だ先にこっち反応しちゃってこっちにかかりやすくなっちゃうから、俺はなるべく腹にこうやってつけた方が体がガバってきた時にこっちにかかりやすい。頭です。本当はどうだか分かんないですけどね。お兄貴、やめた。え、アイナメだったっす。アイナメいいじゃないの。悲しすぎる。アイナメが似合う人。最近結構こういうチャリ増えてきたんですよね。これが一番みんな持って帰りたいんじゃないですか。あ、そうなんだよ、うん、いけ。アイナメ一瞬重かったんだけど、違う魚かもしれない。違うか。タイだ。スレだ、やっぱスレか。一瞬重かった。でもサイズそもそも主婦だよ、主婦。主婦大喜び。魚が落ち着いてこないです。やっぱ軽すぎんな。はい、上げてください。いい直し。はい、23m。
てくれ。おし、来た、これもいいな。よし、おお、これも何キロだ。2キロは超えてるな。よし、2キロちょいだね。いいファイトしました。いや、数では負けます。あなたには数では負けます。ここら辺のドラグ調整なんですけど、この平方の地域は根がきついところが多くて、大台とか平松かかった時に結構根に入られて蹴られる方が多いんで、一番いいのがあれですよね、あの1リッターのペットボトルに水ぎゅうぎゅうに入れてもらって、天野の先に引っ掛けてもらってグーって上げた時にドラグがこのくらい出ながら起こるぐらいしてもらえるとちょうどいいかなって。あとは実際ファイト中はドラグいじくるなっていうのが基本なんですけど、場合によってはもうこれ以上走られたらやばいっていう時はやっぱり少しいじくってもらってもいいかなとは思います。頑張ってます。うわ、やべえ。カットが取りたいですね。兄貴格闘中だぞ。何キロアップ？4キロあんな。もっとあんな。負けてねえか全然。いや、来てます来てます。来てる。大丈夫です。少しずつですけど。もう、間違いないでこれ耐えてね。頼むー。でかいでかいでかい。やられた。おお。出た。よし。あっちゃー。兄貴。兄貴おめでとう。何キロアップだいたい？わかんないです。5キロぐらいですか？5キロアップな。おお。ああ、5がか。じゃあ6か。5.7 ぐらいですかね。兄貴。兄貴。やりました。入んねえぞ。マジですか？はい、真実釣ったぞ。はい、すいません。ちょっと切れとかな。はい。